皆様こんにちは溝上でございます、えー、溝上清一の教育論動画チャンネル、えー、ナンバー7、えー、本日は、えー、新企画、えー、井上義和先生との、えー、対談でございますでこの対談のまあ文脈なんですけれども、えー、実はあの2018年に、えー 今、青山学院大学におられるあの小針誠先生の「アクティブ・ラーニング」というあの新書のご著書が出,られま,し出ましてで私あの、えー、IDE というあの教育雑誌がありますが、まあ、そこからあのこの本の書評を求められてですね、えーまあ、書いたんですね。で、まあ、小針さんの本っていうのは、えーまあ、そこの書評のところ特にですねこの,あのウェブサイトですね。あの書評はあの、えー、本当に紙面がこう 少なくてですね、えー、私のこ,うこの本に対してのいろいろ思うことあのいいこともありますのでいろいろ書いてるんですけどここで書く,書くこう、まあ、私服ってありませんでしたので、えー、このウェブサイトでですねあのまあいわゆる元のお 原稿といいますか、まあ、とにかく思うことをぶわっとこう、えー、書き綴ったその原稿を PDF で紹介しておりますで本日は、えー、とそれを踏まえた、えーとえー、また次の著書が出ておりましてそれを踏まえたまたあの対談をしているというちょっと3層構造になってるんですね。 であの小針さんの、えー、とご著書というのはあのこのウェブサイトを読んでいただくのが一番いいんですけれども、まあ、当時2018年ですからもうあの新学習指導要領の答申が出ていてでアクティブラーニングそれから主体的対話的学開などと、まあ、いろんなあの取り組みのポイントがもう示されていてそしてそれに対するさまざまな立場の方からの批判いろいろ網羅的にです、ね、整理されているあのそういう意味ではですね あのえーまあ、政府あるいはあの論者の取り組みあの考え方それから批判結構網羅的に整理されている意味ではあの私はあの、えー、このテーマに関心のある読者は持っておくべき本だとそういうふうにあの書評の方でも書いております。であとはですね、えーまあ やはり小張さんとしては批判してるんですねまアクティブラーニングは毒薬と彼は言いますのでどこの視点からそういう考え方に至るのかというあたりをま詰めていくのがですねあの私たちの学者同士の誠実なやり取りとあのこういうふうになりますで本日はですね 本当は、この私の手張に対して、小針先生からリプライがあって、やり取りというふうに、こういうふうになればよかったんですけれども、いろんなご都合、ご事情で、 まあ、ご参加されませんので、えー、この、えっと、最近出たですね、あの井上義和先生、えー、編長のファシリテーションとは何かと、あのこの第7章で、えー、井上先生が小針先生と対談をする形で、先ほどの、まあ、著書を出た後ですね、えー、どういう感じで今お考えになっているのかという、まああの、著書が出た後の、そして私の書評とかも踏まえて、えー 対談をされていますでいろいろその中で書かれて、えー、論じられていることがあるので、まあ、そういう意味ではあのまずはこれご覧の方で関心持たれている方はですねこの井上先生の,そのこの本の第7章をしっかり読んでいただくのがいいと思います。であの時間の関係もありますのでこの YouTube では、えーまあ、あの井上先生にその対談のポイントをですねまとめていただいて、えー、いろいろ対談された中から全、えー 全国にあの返しておきたいポイントとして大きく2つの論点を議論したいとこういうふうに考えました。あの一つは政府ですね国策としてのアクティブラーニングへの批判これがもうあの小針先生の徹底的なポイントになるわけですけれども当然私もそのポイントに対してのリプライ考え方がありますのでそこをま井上先生のご説明要約をもとにですねあのお返ししていきたい。でそれからアクティブラーニングそれ自体が 効果どうあるのかってこういう議論も結構あってですねあのこれもあのいろんなところで出ているあの小針先生だけの批判ではなくていろんな論者から出ている批判で,で私としてはこの機会に、えー、まあしっかりお返ししたいとあのこういう企画であります。はいえー、とそれではですね、えー、何回かに分けて対談の様子をお伝えしていきたいと思います。 私はあの溝上先生とあの、えー、と京都大学で、えー、数年間あのちょっとこう近いところであの学んでいたあの時期があります。結構一緒にいましたよね。<laughs> そうなんですよ。あのなので私、溝上先生があの助手で、うん、えと高等教育教授システム開発センターというところに来られてでその頃私はえっ、ー、と 4回生とか M1 で、えっとそこのえっとセンターがあった、えー、場所に、えー、フランス語の購読かなんかで、えー、よく出入りをしていたので、その関係でそのセンターの先生方とは、あのーえー、っと多分ご一緒してお話ししたことが何度もあると思います。なので私 水上先生のもう助手の頃のすごいこう若い頃を <laughs> あのそ,そばであのよく知っているんですね。あの頃の私を知ってる人の数少ない1人かもしれませんね。そうだと思います。はい、でですね、あのまあ、その後、溝上先生の,あのご研究っていうのはと大学生の研究とかあと、まあ、大学生から、えー、と高校の、えー、と高校生の教育の 方まで、えー、すごく幅広くあのやられているんですけれどもあのずっとですね全部ではないんですけれども溝上先生がまあ書かれたり編まれたりした本からあのすごく私はあの学ばせていただいたのでまあ、今回ですねちょっとまああの溝上先生に対してこう、まあ、チャレンジすると、えーうん、いうところをこうあの入れて。 えー、まあ、胸を借りてですね、あの議論をさせていただければなというふうに思って、今回望臨んでおります。とんでもございませんけれども、はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いいたします。まずですね、えっ、ー、と、まあ、この章は、えー、小針さんと私の対談ということで、あの実際、小針さんとあの対談をするときに、小針さんはあの、えっ、ー、と、 講談社の現代新書で、えー、アクティブ・ラーニングというあの本を書かれてでそれに対してあの、まあ、教育関係者とか教育学者とかあのいろんな方からのご批判を、えー、いただいてで、まあ、本人はあのなんか自分があの思っていたこととこう違うようにこう受け取られているとかそれからあのどうもその自分が意図したように、えー、読まれていないということを えと気にされてですねで私も、えーとえー、これは一体その、まあ、どんなふうにこう小針さんの本は読んだらいいのかなというふうに思っていたところに、えー、とちょうど溝上先生の、えー、とブログで、えー、小針さんの本の書評,です、ね、書評が、はいえー、かなりこうあの長い、えー、すごく丁寧に読まれて、えー、批判をされる。 えー、書評が載りまして小針先,<私>先生の本に対しての書評を ID にコ、ねうんえートケーキのねあの ID っていう雑誌がありますけどそこで書評をこう出すすよようにこう言われたんですよねで、えー、そこでの紙面って本当と2ページぐらいの,あの短い分量で、まあ、そこで最初書いてたんですけれどもちょっとこう,もう全然紙面が足りなくてですね ID は ID で一部をこう掲載したんですけれどもそのもう書き殴った元のやつをあの <laughs> ウェブサイトで PDF でまあ公開っていうかこう出したというそれを井上先生今おっしゃってるんですね。 あ,のありがとうございますで私あのそれを読んであこれはあの何ていうか溝上さんはアクティブラーニングのすごくまあ、研究としてあるいは京都大学でのまあ、実践としてあのすごくまあ、積極的にこうやられている方ででそのお立場からあの小針さんの本に対してあの批判をするということでこれはとても大事なテキストなのかなと。うん アクティブ・ラーニングがどうしてここまであの話題になったかというと、それはあの、えっと、政策の中で、えー、その言葉が言われて、そしてこれからの、えー、教育の在り方として、やはりこうアクティブ・ラーニングをあの積極的に、えー、取り入れていくべきではないかというふうに、あの政策の論議の中で出てきたというのが、まあ、とても大きなことでした。うん、そうですね、はい。 であの良い実践とはっていうのはアクティブラーニング的な、まあ、考え方とか実践っていうのはあの別にあのその政策によって始まったわけではなくて、まあ、これまであの現場の教師たちがあの試行錯誤の中でそういう工夫してきたあの教育のあり方であります。それれかかららこ、まあ、こういうい方向でこれからの教育は 考えるべきではないか、というような論議もあったのをまあ承知しております。で、こうやってこう実践のレベルで、あの良い教育方法、良い教育のあり方をこう。追求していくという。そういう水準でアクティブラーニングを捉えるのはまあ、全くあの。問題が問題ないというか。 問題ある,あるないではなくてそもそもそういう教育方法とかあの実践の在り方っていうのはあの教師たちが、まあ、教室で、えー、それから仲間たちと、えー、試行錯誤してきて、まあ、積み上げたものでありますのであのそのレベルでは全くアクティブラーニングっていうのは、まあ、問題ないどころかあのそういうふうにあの、えっとまあ、相互 相互に研究したり、研鑽をしたりする中で、まあ、やるべきことではないかということなんですね。で、それに対して、あの、今回、そのアクティブラーニングが、まあ、ちょっと問題になってくるのは。これが政策の論議の中に、取り入れられて、うんえー。それが、あの、個々の教、教員の、その試行錯誤とか創意工夫。より先立ってですね、えっと、全国に向けて。 これからの教育はこうあるべきだ。で、このように先生方はあのやってくださいということで、こう上から指示が降りてくるっていうふうになったときに、えー、これまで良い実践として追求してきたアクティブラーニングが、その政策のプロセスに乗った途端に、ちょっとこう違うものになってくるんじゃないかということなんですね。でつまり 教育政策に乗るということは、まず学習指導要領とか、あとそれに、まえー、と関連するような、えー、と中教審での議論とか、えー、議事録とか、そ,うですね、そんなものがまあ政策文書として、えー、出されます。で、うん、それをまあ現場への周知徹底ということで、教育委員会や学校にこう降りてくると同時にですね、その政策文書から、 これは文科省は一体何を意図しているのかとかさまざまな用語に対して注釈をつけたり解説をしたりする教育の専門家たちがいてでまあ本や論文雑誌なんかでもたくさんまあ特集が組まれたりしてでそれを見ながら現場の教師たちが対応していくというふうになってきますそうすると先ほどその教師たちがまあこれまでやってきたような創意工夫とか試行錯誤とは ちょっととと違ううプロセスにに巻き込ままれていくといくことになりますですので、あの私が小針さんと、まあ、対談をしたときに、まあ、まずやっぱり問題にしたいのは、この2つの水準、2つのプロセスがやはりあのきちんとこう区別をしてで、これが一緒になったときに、まあ、何が問題になるのかっていうのを見ていった方がいいんじゃないかという。 まあそういうことなんですね。うんえっと、次に、えー、論点2ですけれども、えー、良い実践は、よい実践を保障しない。えー、従来、2つの水準は、解、え、決、ー、することができたと思います。えー、まずあの、政策が介入してきたのは、教育の中身、何を教えるべきかとか、うんえー、子どもの学びをどんな観点から評価するべきかというところで、えっと 入がされてきてで教師たちはあのその大きな枠組みで、えー、じゃあどんなふうな方法を使って自分のクラスで、えー、子どもたちに向き合ったらいいのかっていうのをもう考えてきたと思うんですね。うん、そうですね、はいはい、クラスの特性とか、まあ、自分の理念、うん、教育の信念に合わせてそういう工夫してきたそういうことが可能だったと思います。でところがですね えっとまあ、今どうなっているかと言いますと、えー、2つのスライドが、まあ、非常に、まあ、近くなっている、うん、癒着っていう言葉を使いました、これは別に悪い意味ではなくて、実践が政策にスライドしていくという、えー、くっついてしまうという、あのそういう意味で、えー、使っているんですけれども、政策、うんうん、に、まあ、乗った 乗っていくと、その教育方法にまでこう政策が介入してくると、うんあの。いろいろある教育方法の中の、まあ、一つとして、えー、だからアクティブ・ラーニングっていうのは、こう蓄積と洗礼を経てきた考え方なのかなと思うんですけれども、それがその、まあ、良い政策としてこう格上げされてきたわけですね。格上げっていうのは、ワンノブ・ゼムではなくて、 やはりこれを一番のこう大事な基準として、えー、やるべきだという、まあ、ちょっとこう優先順位が変わってきたということです。うん、でそうすると,、えっと上からの周知徹底、そして現場はそれに対応しなければいけないということでいろいろな副作用がまあ懸念されるということになってきます。 小針さんと対談する中で、えー、出した論点というのは、まあ、以上の1、一それから2なんですけれども、あの私自身はですね、えー、次のように見ております。うんうん、これはの小針さんの見方とはあの同じではなくて、えーまあ、私自身はということなんですけれども、 おそらくこのアクティブラーニング的な手法というのはまあ確実にこれから現場に浸透していくというふうに思っています。教育政策があのまたね学習指導要領がこう改定されてあの教育方法について何か新しい言葉が出てくるかもしれないんですけれども、うん、おそらくアクティブラーニング的な手法っていうのはあのここから その路線変更することはないだろうと、あの現場の方ではあの、まあ、理解が進んで,で浸透していくだろうと、でだんだん先生たちもあの習熟されていくだろうというふうに、うん、あの見ています。そしてというか、まあ、ただ、もし政策的な介入がなければ、こういった教育方法というのはいつまでたっても教育現場、 の中でこう変わらないだろうとも思っております、えー、私自身のこう研究で研究関心で、うん、あのエドテックですねあの、うん、今ギガスクールとか ICTDX の文脈であの学校の中にデジタルがこう入ってきていますけれども、はい、あ,のあれなんかもあのやはりギガスクールという まあ政策とそれからコロナというあのインパクトがなければまあ絶対に今みたいな状況にはなってないわけでつまりその私自身の問題関心としては日本の公教育の現場というのはすごくまあ図体がでかい恐竜みたいなものでえ自分から何ていうかあの路線転換することは非常に難しい。 もちろん個々の,あの教師とかあの自治体レベルではあのいろいろな工夫がなされるけれどもうん、うん、全体としてはすごくまあの大きいその一回決めた方向をなかなかこうあの切り替えるのがもう難しいというふうに思っておりますで政策的なインパクトというのはあのこう鉄道における点鉄機のようなもので、うん えー、今までのこう進んできた方向からあの点鉄機で点鉄してですねで新しい、えー、線路方向にこう、まあ、切り替えるのがこれ政策だと思いますで切り替えた時はいろいろなこう副作用が出てくるんですけれどもあの、まあ、だんだん時間をかけて習熟していくのかなというふうに見ております うんえー、新しいレールが向かう先を見ているのに対して、教育社会学者、これは小針さんも入りますし、私も教育社会学の中で、えー、研究をしておりますので、まあ、教育社会学者は、新しいレールが向かう先ではなくて、点鉄機によるインパクトの副作用をやっぱり見てしまうわけですね。えー、最後に、まあ、このスライドをまとめてですね、えー 文章を書きましたけれども、えー、この国の良い教育のためには、えー、違いを気にして、まあ単純あの、感情的に対立するよりは、えー、リスペクトを持って分業共闘した方がいいと、私自身はそのように、ほかの,の分野の研究者の方と関係を作っていきたいなというふうに思っております。うん、はい 本日はここまでといたします。次回パート2では引き続き1つ目の国策としてのアクティブラーニングの批判これの対談を続けてお届けいたします。本日はご視聴誠にありがとうございました。またパート2ご覧ください。お疲れ様でございました。